こんにちは。テンパアカデミー堀秀夫です。今日は EMS が届かない理由、これについてお話します。対策の方はですね、また別な動画で、言いますけど、今回、自分の荷物をね、日本からシドニーに送って、それが届かず日本に戻ってしまったというのがありました。で、それで、どういう、状態でその荷物が届かないのか、それがね、何しろ、送り人と受取人が両方私でよく分かったのでですね、それについてシェアさせていただきたいと思います。まず私自身も今まで思ってた発想方法ね、これをちょっと考え直さなきゃいけないなと思ってました。海外発送3つの勘違い。まず荷物の金額や中身は正確に書かなくてはいけないと。これはもう日本の情報発信者、私みたいに教えてる人、あるいはブログ書いてる人、みんながみんなね、言ってます。販売金額で書けと。正直に、できるだけ細かく書けというふうに書いてね。これが、ヨーロッパ、特にヨーロッパの買い主なんかとは、向こうの受け取り方とズレがあると。これね、嘘を勧めるわけではありませんが、書き方にコツがあります。ね、日本の正直な書き方をしてると、正直、届いてない例が結構増えてるんじゃないかなっていうのを今回実感しました。それから、EMS で送って保険をつけて送れば、一番安全だし事故の際も保証されると。これも保険をかけてもね、ほとんど役に立たないことが分かりました。ね、保険をかけても役に立たないというか送料を払い損と。ただ戻っちゃったわけですからね。ですんで、これもちょっと違うなと。それから、荷物が届かない場合は原因をきちんと調べてもらえる。この部分はあんまり期待してなかったんですけど、やっぱりね、調査で原因がわかることはあまりなさそうです。そもそも調べて原因がきちんとわかるなら、調べるまでもなく荷物が届きますよね。普通に届けるのと、なんで届かなかったかを調べるっていうのはですね、当然普通に届ける方が楽なんで、普通に配達できない人はなんでそうなったか調べられるわけがないと。これは考えてみて当たり前なんですけど、これもね、なんでそうなったか、つい知りたくなっちゃう。ただ、それは無駄だっていうのが今回分かりました。ただ、今回はね、何しろこの、追跡状態も見てましたし、荷物が届いて、それから、調査、ね、調査を依頼して回答が来て、全部はね、自分の荷物で自分がやってましたから、詳細が分かりました。で、これはね、調査内容とは違うんで、推測でしかないんですけど、途中経過を見てて、おそらく合ってるという、自信のある顛末です。で、今回の荷物はね、フランス製のワイン、シャトー・ディケムとシャトー・マルボーと、結構な高級ワインです。で、まず日本から送ってね、すぐにシドニーに到着。で、シドニーの税関に移行しました。ところが、シドニーの税関で移行したっていう表示が2回あったんですね。これ後で、追跡をお見せしますけど、おそらく、スキャンを間違えて次の段階に進まなくなったと。ね、システム上は。だから、私に関税の請求も連絡も何もなかった。ワインはね、で、ワインを査定する部署がおそらくブリスベンにしかないと思われます。これはなぜかというとね、シドニーに届いた荷物が、何百キロも離れたブリスベンに移っちゃってます。で、これはね、そのフランス製の高級ワインが本物か偽物とかね、そういうのをやる人がおそらくね、ブリスベンにいるんだろうと思われます。あるいは日本人に対応する部署がブリスベンにあるかもしれませんね。ここはね、追加でちょっと調べてみようと思います。で、荷物がずっと届かないと。ね、さすがに遅いなとは思ったんですけど、1ヶ月も経つと何かおかしいなというので問い合わせをしました。ところが、ね、システム上は、シドニーの税関にあるということになっているので、その通りの返事。で、日本郵便はオーストラリア郵便局に聞けと。オーストラリア郵便局は税関に聞けと。税関はオーストラリア郵便局に聞けというね、たらい回しです。で、そうしそうこうしているうちに2ヶ月経ってしまって、保管期間を過ぎたので日本に返送と。で、この時ね、日本とオーストラリアの表示、ね、追跡しても表示が一緒だったのが、後から見たら変わってました。これはね、実際に荷物があった通りの表示にオーストラリアが直されたんでしょうね。で、しょうがないねと。ね、ただ、送料ぐらいは戻るんだろうと、ね、思って、調査依頼をかけましたら、関税の支払いをしないで受け取り拒否だから、
ね、それと連絡があった時に連絡先も教えてるというので、落ち度はないという返事が来ました。まあ、これはね、私はオーストラリアに住んでますんで、まあ、返事が来てみれば予想通りの返事だなという形でしたね。で、まあ、これを受けて思うのは、受取人がね、関税のお支払いをしないで受け取らなかったというのが、まあ、eBay とかね、Amazon なんかでやっててたまにあります。ただ、そのうち何割かは、まあ、本当に今回の私のように関税の請求すら届いてないケースがあるというのが考えられます。それからね、荷物を受け取ったのに受け取ってないと嘘をついてると。ね、騙されたと言ってる、人もいますけど、これもやはり同じようにね、本当に荷物を受け取ってないけど配達したことにしてるっていうのは、大いにあり得ると。というか、まあ、これ実際ね、高いものを送ると、まあ、配達してる人がそれをもらっちゃうっていうのはね、結構ありますんで、まあ、それもあるだろうなと。で、この高いものを送ったと分かると、配達人が取っちゃうという事故のことを考えると、正直な金額を変えて保険をかけて送るのが、いいのか悪いのかっていう問題になりますね。この辺はなんとか工夫のしようがあるんじゃないかなと。まあ、当然ね、この動画で言えるようなことじゃないんで、何なんですけど、また実際に送る際はご相談ください。それから、まあ、この延長線上というのは当然のことながらですね、受け取ってないけど、受け取ってない事実に気づいてない購入者とか、まあ、めんどくさいから、まあいいやと思う購入者もいますんで、海外発送の事故っていうのは結構多いです。ほとんど事故はありませんと言ってる人いますけど、まあ、安いものを送ってたらね、届かないことに気づかない人とか、まあ、届かないけどめんどくさいからいいやという方はね、結構いらっしゃると思いますんで、まあ、荷物は届かないことがあると。ね、受け取り拒否は受け取り、配達しようが届いてない可能性が高い。それから荷物を受け取ったのにね、受け取ってないと言ってる人は、これ本当に受け取ってない可能性が高いというのを覚えておいてください。で、先ほどの話に戻ると追跡ですけど、これ日本郵便の方の追跡ですね。税関に入ってそのまま、2ヶ月と10日あって戻っていったという形になっています。ところが、オーストラリアの記録を見るとですね、税関に入って、その後2ヶ月経ってブリスベンの、ね、税金をかける箇所に移って、その後日本に返送されていると。で、これね、8月の、これ9日に移ってますけど、この日かこの前の日に問い合わせてるんですけど、その段階まではね、このままシドニーにあることになってました。問い合わせを受けてですね、ないよって言ってから調べたらあったと。あ、まあね、書類書くのもめんどくさいし、ブリスベンに移したことにしようって言ってシステムを、操作したんでしょうね。で、ブリスベンにあることに変更になったと。シドニーからブリスベンにあることに変更になって、で、シドニーの税関到着後2ヶ月経ったんで、日本に帰っちゃった。ね。ところが、この間ね、請求したとかなんとか言ってますけど、請求がね、この短い期間で送れるわけがない。なんでここで送らなかったのか。これね、日本のこの追跡通りで、シドニーとなっててね、ここで、本当は、シドニー、ブリスベンとすべきところを、端末を打ち間違えたというのがね、今回の顛末なんじゃないかなと思います。こういうね、些細なミスで荷物は届かなくなりますし、後からね、追跡状態とか回答とか、都合のいいように操作されちゃうんで、事実はわかんないと。まあ、こういうことも踏まえて、その対策、ね、どういう商品を扱えばいいか、どんな書き方をすれば、税関をスルーしやすいか、まあ、その辺のこともね、工夫が必要だなというのを改めて思いました。以上、今回、EMS の2つ事故、ね、戻っちゃったという件で、まあ、大体の顛末分かりましたので、シェアさせていただきました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。